たことない中年の小説家、21歳の女子の小説に胸キュン、活字がおかしのよと書いたファンレター、娘の返事を待った帰ってきた、文通始まる会えるかもやっぱり遠慮した、恋はふるさとのように時にありて、思うものと小説家。私は田中秀光、恋人を探す。